厨房のアリス、門脇麦が演じる主人公アリスのこだわりがあちこちに。日本テレビ系連続ドラマ厨房のアリス、日曜午後10時30分の第2話では、自閉スペクトラム症の主人公80森アリス、門脇麦のこだわりの多くが紹介され、その生活ルールを覚えるのにアリスの料理店にアルバイトとして転がり込んだ酒高校期永瀬廉がいっぱいいっぱいになってしまう場面が描かれた。2月4日放送第3話でもアリスのこだわりが明らかになる。厨房のアリスは舞台演出家、映画監督でもある玉田伸也氏が脚本を手掛けるオリジナル作品。生きづらさを抱える人々が織りなす少し切なくて温かい新時代のハートフルミステリーだ。ハンディがあったりマイノリティだったりする登場人物たちの心温まるヒューマンドラマでありつつ、ある事件の謎を解き明かすミステリーの側面もある。生活する上でのこだわりを多く持つアリス、実は彼女の色のこだわりは放送前から公式サイトで公開されていたのだ。月曜は赤色、火曜は青色、水曜は黄色、木曜は白色、金曜は緑色、土曜は茶色、日曜はオレンジ色と、曜日ごとに着る洋服の色が決まっている。それ以外にも使うコップの色も、月曜は赤色、火曜は白色、水曜は緑色、木曜は黄色、金曜は青色、土曜は黒色、日曜は赤青。歩き方は月曜イコールジグザグに歩く、火曜イコール 1.2 倍速で歩く、水曜イコール電柱にタッチして歩く、木曜イコール普通に歩く、金曜イコール白線の上を歩く、土曜イコールタイルに沿って歩く。日曜については第3話で判明する。その他にご飯茶碗の色も味噌汁の具も曜日ごとに異なり、食べる順番、バスタオルや調味料を並べる順番、テーブルの拭き方などなど、ルールだらけのアリスの生活。幸い性がパニックになってしまうのも理解できるが、幸い性はしっかり覚えようと努力していく。第3話は生まれてくる親友三沢和佐、前田敦子の赤ちゃんの名前を考える。アリスは自分の名前をつけてくれた母親の思いが知りたくなってしまう。一方、幸い性はアリスと和佐の幼馴染三国屋優作、前原瑞希から八つ当たりされ、愛想が悪いアリスの店で足手まといになっているとダメ出しされる。一人でホールを担当することになり奮起する幸い性だが、思わぬ疑惑をかけられることに。そんな中、息子の受験に思い詰める常連柏原優奈、新井香織にアリスの父新森、大森奈緒は苦労だらけの子育ての思い出を話す。新森は一人でどうやってアリスを育ててきたのか、頑張って抱え込みすぎる人の心を軽くする心、守るの言葉とアリスのご飯とは。